オーストリア・ハンガリー帝国は、かつて欧州に存在した国家。ハプスブルク帝国の一つであり、その最後の形態である。ハプスブルク家の君主が統治した、中東王の多民族連邦国家であり、国家連合に近い。1867年に、従前のオーストリア帝国が、いわゆるアウスグライヒにより、ハンガリーを除く部分とハンガリーとの、 同君連合として開組されることで成立し、1918年に解体するまで存続した。オーストリア・ハンガリーとも、前身はオーストリア帝国である。領土には、オーストリア・ハンガリー・ボヘミア・モラビア・シュレージ・エン、ガリツア・ロドメディア・スロバキア・トランシルバニア・バナと、クロアティア・クライン・キュステンラント・スラボニア・ブ・コビナ、ボスニア・ヘルツェゴビナ・イストリア・ダルマティアなど、 多くの地域を抱える大国だった。正式名称はドイツ語で、マジャル語でで、日本語に訳すと、帝国議会において代表される、諸王国及び諸法並びに神聖なる、ハンガリーのイストバーン王冠の諸法となる。オーストリア・ハンガリー帝国以外の、寛用的な呼び名としては、オーストリア・ハンガリー二重帝国、オーストリア・ハンガリー君主国などともいう。漢字による表記では、王公国、 王、皇帝国と表記される。正式なものではないが、オーストリア側を指して、シスライタニエン、ハンガリー王国側を指して、トランスライタニエンという故障も存在した。なお、帝国議会において代表される、諸王国及び諸法は1915年に、オーストリア諸法と解消し、正式名称は、オーストリア諸法並びに神聖なる、ハンガリーのイストバーン王冠の諸法となった。 当局はその時までオーストリアの範囲はあくまでハンガリーを含むものであるとする大オーストリア主義的な姿勢を堅持していた。1848年革命はヨーロッパ中に波及しウィーンでも暴動が起こるなど混乱の中フェルディナント一世の後を老いの若き皇帝フランツヨーゼフ一世が継いだ。しかしすでに帝国は衰退傾向にあった。1853年 不登校獲得を目指すロシア帝国はオスマン帝国との間に先端を開く。これに対しバルカン半島におけるロシアの影響力増大を恐れたオーストリアはオスマン帝国を支持した。このためウィーン体制の成立以来有効を保っていたロシアとの関係が悪化した。これは新生同盟の完全な崩壊を意味しロシアの後押しを失ったオーストリアは ドイツ連邦内における地位を低下させた。1859年にはイタリア統一を目論むサルデーニャ王国との戦争に敗北し、ロンバルディアを失った。1866年にもプロイセン王国の挑発に乗って広島戦争を起こし、大敗を起死した。その結果オーストリアを名手とするドイツ連邦が消滅してその意向を失うなど、徐々に 国際的地位を低下させていった。この帝国の衰退に希望を抱く人々がいた。帝国内の諸民族である。先に挙げたように、オーストリア帝国は数多くの民族を抱える多民族国家であった。しかし、支配階級はドイツ人であり、彼らだけが特権的地位を有していた。以前からドイツ人以外の民族の自治獲得、 権利獲得の運動はあったが、帝国軍に鎮圧されていた。しかし、衰退傾向にあるこの時期、諸民族は活発に動き出した。そもそも民族運動が活発なのは、支配階級であるドイツ人が国内における人口の過半数を占めていないことも原因に挙げられる。ドイツ人は帝国内の総人口の24%に過ぎず、諸民族が力を持てば、 どうにも抑えようがなかった。帝国は改革を余儀なくされたが、改革路線として二つの道があった。ドイツ人支配を諦め、諸民族との平等な関係に基づく連邦国家とする。帝国内人口20%を有するマジャル人と友好を結び、ドイツ人とマジャル人で帝国を維持する。だが、特権的地位を手放したくないドイツ人たちの抵抗。 諸民族による支配で帝国の様相の劇的変化を恐れる皇帝をはじめとする支配者の存在などの要因が相まって後者の方針が取られた。その結果1867年帝国を帝国議会において代表される諸王国及び諸法と神聖なるハンガリーのイストバーン王間の諸法に二分した。このドイツ人とマジャル人との間の妥協をアウスグライヒという 君主であるオーストリア皇帝兼、ハンガリー国王と軍事、外交及び財政のみを共有し、その他はオーストリアとハンガリーの二つの政府が独自の政治を行うという形態の連合国家が成立した。これがオーストリア・ハンガリー帝国である。しかし、オーストリアとハンガリーに分割しても、オーストリアではドイツ人35.6%、ハンガリーでは マジャル人48.1%という具合にドイツ人とマジャル人はそれぞれの国内で過半数を占めていなかった。そこでハンガリー政府はクロアチア人と妥協して協力を得ることで過半数に達した。そのような中でハンガリーは国内のマジャル化を推し進めた。一方オーストリアでは新憲法で民族平等を謳ったが、 ドイツ人の反発とハンガリー政府からの要請があり、ポーランド人と協力して憲法を廃案に追い込み、ポーランド人と妥協することで支配的地位を保とうとした。その後も民族の自治獲得の動きは人生化せず、むしろ一層激化し始めた。まずは工業地帯を握るボヘミア人の発言力が増し、資本家、経営者及び金融業者のほか、一社、 弁護士や、ジャーナリストなどの専門職従事者も多い、ユダヤ人もまた発言力を増した。従来の地位を保持しようとする、ドイツ人と新たな権利を得ようとする他民族との対立が目立ち始めることとなった。ハンガリー地域でも、マジャルカという同化政策に反して、諸民族の自治、権利を獲得しようとする動きが高揚してきていた。しかしこの時点では、どの民族も、 帝国からの独立を望んではいなかった。それは、プロイセン主導の統一ドイツ並びに、ロシア帝国という二つの大国に挟まれた地域で、小国が分立していては、生き残れないことを自覚していたためである。各地域の住民が、独立するのではなく、あくまで、オーストリア・ハンガリー帝国という大きい枠の中で、自治を得る、つまり諸民族の連邦国家を望んでいたのである。 民族問題も去ることながら、ハプスブルク家にとってもこの帝国の末期は悲劇の連続だった。まず1863年、ナポレオン三世の誘いに乗って、フランツ・ヨーゼフ一世の弟マクシメリアンがメキシコ皇帝に即位するも、フランス軍がメキシコ大統領ベニート・フアレスの徹底抗戦によって撤退を余儀なくされ、 マクシミリアン皇帝はそのまま見捨てられてしまい二重帝国成立と同じ1867年に重殺刑に処された。1889年には皇太シルドルフがマイアーリンクで謎の上司事件により落命した。皇后エリーザベトはこの事件以来一層頻繁に旅行するようになるが、1898年に旅行先のスイスで無政府主義者により暗殺された。 皇帝は激しく落胆したが、政務に没頭するようになった。19世紀後半オーストリア・ハンガリーの産業に、フランス資本が主役を演じていたのに対し、夫婦戦争後ドイツ帝国資本の比重が前時、高まった。1901年、二重帝国における外資総額において、フランス資本が30.3%を占めたのに対し、ドイツ資本は49%にも達したのである。 1908年、オスマン帝国で青年トルコ人革命が起き、その混乱に乗じてオーストリアはボスニア・ヘルツェゴビナ領州を併合した。ここにはセルビア人が多く、南のセルビア王国への帰属を望む人々が多かった。またムスリムも多く、彼らはオスマン帝国への帰属を望み、一方カトリック信者はオーストリアへの帰属を望んでいた。 そうした民族だけでなく、宗教的にも複雑な地域を無理やり併合したオーストリアへの反感が上がるのも当然のことだった。その後、二度のバルカン戦争を経て、バルカン半島は、ハンゲルマン主義と大セルビア主義、それに加えて、ハンスラブ主義が拡築し、個々の民族間でも対立が激化して、ヨーロッパの火薬庫の様相を深めていった。 1914年6月28日、皇位継承者、フランツ・フェルディナント大公は、妻・ゾフィーと共に、ボスニアの州都サラエボを、軍の越兵のために訪れていた。オープンカーでパレードしていたところに、青年ボスニアのボスニア出身のボスニア系、セルビア人で、民族主義者のテロリスト、プリンチップが、この皇位継承者夫妻を銃撃した。 二人はくしくも結婚記念日のこの日に暗殺された。これをサラエボ事件といいヨーロッパ中に戦乱を告げるのろしとなった。オーストリア軍部はこれを口実にセルビアを撃つことを叫んだ。国民は最初は対抗暗殺に関しては冷めていたが、既戦結婚だった対抗夫妻の葬儀は簡素に行われ、これが市民の同情を誘いセルビア撃つべしの声が高まった。 オーストリア側は7月24日期限付きの最後通帳をセルビア政府に突きつけた。セルビア側は一部保留の回答をし、オーストリア側はこれを不服としてセルビアと改戦した。ドイツがロシアに圧力をかけ動きを封じるはずだったが、ロシアはセルビア側につきオーストリアと改戦した。続いてドイツもロシアと戦争状態に入り、 ドイツと三国同盟関係にあるオーストリアも遅れてロシアに戦線。ロシアと三国協商関係にあったイギリス・フランスも相次いで同盟側に戦線しヨーロッパ全土を巻き込んだ第一次世界大戦が勃発した。開戦当初、どこの国も3ヶ月以内で終了すると予想していた。当初はオーストリア・ハンガリー帝国内の諸民族も政府を支持して戦った。 しかし、予想に反死戦争は長期に及んだ。初戦で、小国セルビアに敗北したオーストリア軍は、軍事力の弱さを露呈した。多民族国家ゆえに、軍の近代化に遅れをとっており、軍内部で使用される言語さえも統一されていなかった。そのため、翌年からは同盟国のドイツ帝国の支援に依存する状況に陥った。1916年には、 68年間帝国に君臨してきた皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が死去し国内に動揺が走った。さらに1917年にはアメリカが協商側で参戦し連合国は高らかに民主主義と封建主義の戦いを戦争目的として宣伝した。同年11月にはロシアでボリシェビキ革命が起きバンと平和を掲げた。その影響で 帝国内では長い戦争の疲れも相まって沿線ムードが高まった。帝国は民主的連邦制へ向けた国内改革を迫られた。しかし皇帝以下ある一世は理解を示したがドイツ人保守派の反抗と諸民族の歩調のズレで改革は進まなかった。そのような中、マニフェスト通りロシアのボリシェビキ政府はドイツと単独講和し、 ブレストリトフスク条約を結んで戦線を離脱した。同盟側が西部戦線で攻勢を強めるのは必至だった。連合国は極秘にオーストリア・ハンガリー帝国と単独講和を結ぼうとしたが、ドイツに発覚して失敗した。オーストリア側から連合国に講和を持ち込むも、フランスがこれを公にして失敗し、ドイツとの間にも溝ができてしまうありさまだった。そんな中、 シベリアでチェコスロバキア軍団の活躍があった。その救出目的にシベリア干渉の名目も立ち、連合国にとってチェコスロバキア軍団の活躍は目覚ましかった。そこでチェコ人指導者トマーシュ・マサリクはしきりにチェコスロバキア独立を連合国側に持ちかけ、連合国はマサリクのチェコスロバキア国民会議を臨時政府として承認した。当初、 オーストリア・ハンガリー帝国の解体を戦争目的としていなかった連合国はそれをあっさり踏み越えた。これが短所となり帝国内の諸民族は次々と独立を宣言した。明宝ハンガリーも完全分離独立を宣言した。皇帝カール一世はこれを繋ぎ止めようとしたが果たせず、1918年秋に国事不寛容を宣言して国外へ亡命した。 ここに650年間、中央に君臨したハプスブルク家の帝国、オーストリア・ハンガリー帝国はもろくも崩壊した。しかし、その継承諸国の辿った歴史は、いずれも悲惨なものであった。ハプスブルク王朝が滅亡しなければ、中央の諸国はこれほど長い苦難の歴史を、経験しなく、ともすんだであろう。イギリス首相、ウィンストン・チャーチル帝国の言語文布、ドイツ語ハンガリー語、 チェコ語、スロバキア語、ポーランド語、ルテニア語、スロベニア語、セルビア、クロアチア語、ルーマニア語、イタリア語、広島戦争に完敗したオーストリア帝国の19世紀後半から20世紀前半にかけての世界的な評価は、諸民族の牢獄、遅れた、封建体制国家などとあまり良くなく、民族自決理念による各民族の自立は、現実には連合国にとっての戦争の正当化の、 ための宣伝材料ともなった。中でも、ポーランド復活は、連合国にとって、戦争目的の本丸と同義であり、これを果たしたことを連合国は大きく宣伝した。しかし戦後処理には、ずさんな点が多くあり、大国の思惑が絡み合って、領土確定が行われたため、東欧に平和と安定が訪れることはなかった。戦争目的の筆頭だったポーランドは、領土問題に不満を持ち、 ソビエト連邦やチェコスロバキアと戦争状態に陥り、かつてのオーストリアの名砲ハンガリーも戦争責任を問われて領土が大幅に縮小されたため不満がくすぶり続けた。中央、東欧の混乱はヨーロッパの火薬庫と言われていた第一次世界大戦以前と何ら変わらなかった。また、オーストリアでは機関産業がなくなり深刻な不況に陥った。やがてドイツで アドルフ・ヒトラーが台頭するとかつて連合国側が掲げた民族自決を逆手に取られ中央、東欧諸国に散らばっているドイツ系人の保護を名目として次々と攻略された。中央、東欧の小国は各個撃破されかつての帝国諸民族の地味泥の構想が繰り広げられた。そして第二次世界大戦後中央、 東欧の諸国の大半はソビエト連邦の衛星国として東西冷戦の最前線となった。結局、諸民族が混在して民族ごとの領域を確定できない中央、東欧で無理やり民族自決が適用されたためにさらなる混乱が生まれたのである。ハプスブルク帝国を崩壊させるのはご自由ですが、これは多民族を統治するモデル国家であり、 一度壊したら二度と元に戻ることはないでしょう。後には混乱が残るだけです。そのことをお忘れなく。19世紀初頭ウィーンを占領したナポレオンにフランス外相シャルル・モーリス・ド・タレー・ランペリーゴールが送った手紙帝国の支配体制の一番のメリットはこの混沌とした地域を一応一つにまとめていたことにある。民族は違えど、 同じ帝国臣民として帝国内を行き来し、戦争も共に戦った。ドイツとロシアという大勢力の狭間に存在した一つの大国であった。昔から東ローマ帝国、大ハンガリー、モンゴル帝国、オスマン帝国などの支配下に入り、分断、併合の連続だった同地域における秩序確率を緩やかな統合によって成し遂げていた点だけでも、 帝国の存在意義は十分にあった。帝国内の各民族の地位については時代が下るにつれて向上してきていた。諸民族の粘り強い運動や各地域の重要性などもあり支配階級も譲歩せざるを得なかった。オーストリア・マルクス主義が主張したような帝国の民主的連邦制への改変まではいかなかったが、それなりの地位を得ることはできた。しかし、 その中途半端さが独立への道に進ませたことも事実である。オーストリアの場合は崩壊の仕方が全くもって最悪であった。長引く戦争で諸民族の連邦政支持派が衰退して独立派が台頭し連合国の格好の標的となった。諸外国の介入を受けても引き離されないほどの一体感と統一性を諸民族に持たせることができなかったことが この帝国の一番の失敗であったと言える。逆に、諸民族の離脱によって取り残される形となった、オーストリアのドイツ系住民にとっては、帝国の崩壊と領土の縮小のみならず、19世紀以来の大ドイツ主義に基づくドイツとの合併までも禁止された、ため、自己の民族アイデンティティまでも喪失した。これは、後々までオーストリアの政情の不安定さをもたらし、ついには、 自身もオーストリア出身であるアドルフ・ヒトラーの率いるナチスドイツによる併合へと至らしめた。14カ条の平和原則の原案を書いたウォルター・リップマンは核民族の自治権は確立してもハプスブルク帝国を解体してはならないとウィルソン大統領に進言し上皇草案に帝国の存続を盛り込んだ。結局オーストリア・ハンガリー帝国は崩壊してしまったがこれが 中央の政治的均衡を破壊し、ヒトラーへの道を開いたトリップマンは、後々まで嘆いた。オーストリア・ハンガリー帝国が崩壊しなかったら、よかったのにと心から思う。あれは多民族国家がうまく機能する最上の解決策だった。ドイツの歴史学者、ゴールマン・オーストリア・ハンガリーの半都赤色の地域が、シスライタニエン、黄色の地域がトランスライタニエン、緑色が、 両者共同管理のボスニア・ヘルツェゴビナ帝国の末期は文化の終焉期ではなかった。立派な三角立の劇場や美術、音楽などの学校を有し、文化が進行されていた。その上、文化人だけでなく有能な学者も輩出しており、国政の衰退傾向を思わせない文化、学問の花を咲かせていた。ことに、音楽、美術の点では、 当時のヨーロッパの中心的存在であった。画家志望だった若きヒトラーがウィーンのミカドリツ美術学校に入学しようとやってきたのもこの時期である。新橋駅に到着したフランツ・フェルディナントを描いた日本の西八1873年6月に岩倉施設団がオーストリア・ハンガリー帝国を訪問しており、その当時のオーストリア各州の地理が 米欧海乱実記に記されている。明治22年3月より、ビーゲレーベン男爵が特命全権大使として日本に着任し、明治25年まで3年以上勤務した。その公認として、ハインリヒクーデンホーフカレルギー博爵が代理講師として着任した。1892年、後にサライボでセルビア人民族主義者により暗殺され、 第一次世界大戦勃発のきっかけとなった皇太子フランツフェルディナント・ホン・エスターイ・コール・エステが世界一周旅行の際来日した。1913年皇太子はシェーンブルン宮殿に見よう見まねで日本庭園を造営させた。1998年日本から庭師を招き、正式に枯れ山水の庭園が整備された。1910年。 オーストリア・ハンガリー帝国のテオドール・エイドラー・フォン・レルヒ・少佐は、日露戦争でロシア帝国に勝利した日本陸軍の研究のため1910年11月に交換将校として来日、翌年新潟県上越市において日本で初めて本格的なスキー指導を行った。さらに1912年には旭川で指導した。1911年に行われた、 カール王子とブルボンパルマ家のツイタの結婚に対して、明治天皇が、フランツヨーゼフ一世に、大祝辞を発した。A.B. アナン2015、P.68、エヴァプリースター、クルツゲシヒテオステライクス、ウフシュティックウントンターガーングでホップスボーガーレシャス、グロボスバーラグ、1949、SS、490から491、ユーリクリゼック、 大フラガーフィアナンスコピックツインデアスターイッシュ、ウンガーリシンモーナーシ1900から1918、アカデミーデアソジーアラスタイチェンリパブリックルメニアン、1965、タベル17、ABCD 塚本1992、P403、大井智則、1860年代初頭の、オーストリアとプロイセンにおける東アジア、 新出構想ビューラーシュトルフトベルナーの東、アジア政策構想を中心として、政治学研究論集2009年29巻、P1 から22、明治大学大学院、久米国武編、米欧会覧実記、四田中明高中、岩波書店1996年、358から410ページ、大地理、高木張り特命全権講師、バロン、と、 ビーギレーベン助君の県明治25年6月30日国立公文書館デジタルアーカイブありがとうございます